今回は津別町のドライブ情報をお伝えします。ハウニュースの北海道はドライブ天国、釧路阿寒から網走へと抜ける道東の大動脈、国道240号を中心とした津別町ドライブ情報を大公開します。美幌町との町境にやってきました。今日は車に乗って国道240号を阿寒方面までドライブしましょう。はい、楽しみです。車に乗り込みドライブスタートです。町境からすぐにあるのが以前タウンニュースでもご紹介した角組地区です。左手には角組村通信を発行している柳瀬三章さん、冷凍食品で有名なサンマルコ食品さんの津別工場が現れます。今回は津別町を走る国道240号を阿寒方面へと走っていきます。そして右手に現れるのが廃校になった角組小中学校を利用したスクール。ここでは3年ぶりに盆踊りが復活しました。角組地区唯一の商店、手作り豆腐の柿崎商店。左側には各組アールブリュット美術館が見えてきます。話題がいっぱいの各組地区を抜け、車を10分ほど走らせるとたくさんの木が置いてある貯木場と、その先にはオホーツク管内1位の大企業、丸玉木材株式会社の津別工場です。丸玉木材の工場を過ぎると右手側には子育て支援センターと町の認定こども園、こどもの森が見えてきました。ここから市街地エリアへ入っていきます。多目的活動センターの三三館へ寄り道です。こちらが市街地のほぼ中心にある多目的活動センター三三館です。町民にとってはおなじみの場所ですね。三三館には観光協会の事務所があり、津別町の観光案内やお土産を買うことができます。またカフェもあり、町民の憩いの場になっています。市街地には以前ご紹介したジャズバーセッションや、うどん、そばの緑屋、豚丼で有名な西洋軒、カフェの茶の間があります。昨年ご紹介しましたよね。どれも美味しいお店ばかりでしたね。私たちは今、津別町市街地の五差路に来ています。こちらに行くと美幌方面で、こちらに行くと北見方面で、こちらに行くと以前ご紹介した上里方面で、こちらに行くと十勝方面の陸別町と釧路方面の阿寒町に行くことができます。まさに交通の要ってことですね。それでは今回はこちらの釧路方面に再び進んでみましょう。はい。再び市街地を少し進むと、現在工事中の津別木材工芸館、そして隣には緑色の丘が見えてきました。ここは館内で唯一夏でもスキーが楽しめるグレステンスキー場です。佐々木さん、それでは早速やってみましょう。あ、これが噂のグレステンスキーですね。このグレステンスキー場は北海道で唯一津別町だけで楽しむことができる夏のスキー場。全長は250メートル、マットの上をタイヤがついたスキーで滑走します。インストラクターに教えてもらい、
初めてのグレステンスキーに挑戦です。運動神経抜群の佐々木キャスター、すでに乗りこなしています。夏の思い出に体験してみてはいかがでしょうか。初めてだったんですけど、この短時間でいいですね。もっと早くにちょっと知っておけばよかったなと。市街地を抜け車を走らせます。のどかな田園風景が続きます。本気地区に入りました。陸別町から十勝方面に向かう道道51号との分岐です。車を走らせると次第に景色が森へと変わっていきます。相生地区です。ここで熊焼きが大ヒット中の道の駅相生に立ち寄ります。道の駅相生にやってきました。熊焼きの行列がすごいですね。私たちも早速並んでみましょうか。はい。撮影した日はお盆休みの真っ只中、およそ30名の行列ができていました。津別町在住のアーティスト大西重成さんがデザインした可愛いフォルムに手作りのあんこ、豆乳を練り込んだしっとりとした生地が人気の秘密です。いただきます。すごいあんこがずっしり。うん、おいしい。本当に中まで皮の端から端まであんこがぎっしり。生クマをいただきます。生クリームとあんこがベストマッチです。冷たくて美味しいです。熊焼きでお腹を満たし道の駅相生を出発します。さらに少し進むと左側に大西重成さんの施設美術館しげちゃんランドが現れます。美幌町側からおよそ40キロ車で40分、そろそろ釧路市との町境です。皆さんも安全運転で津別町のドライブを楽しんでくださいね。町が人口減少に歯止めをかけるために作る津別町まちづくり会社。今年8月、その統括マネージャーとしておよそ3ヶ月の厳正な審査を経て採用された松林直文さんが着任しました。こんにちは、地域統括マネージャーに着任しました松林直文と申します。よろしくお願いします。東京の大手広告代理店や外資系コンサルタント会社などに勤務していたバリバリのビジネスマンでした。天命と運命だなと思ったんですよね。で、北海道にですね、2年間札幌にいたんですよ。時にやっぱり、北海道でもう一回働きたいなという気持ちもあって、自分のそのキャリアを積み重ねてきた中で今だったら何かやれるかなと思って、はい、津別町まちづくり会社の可能性を感じ、奥さんと小さなお子さんを連れて津別町に移住しました。一家で移住してきて、これはもうチャンスがあると思ってます。私自身も単純に自分がなんか北海道が好きだから来たわけではなくて、ここでやっぱりビジネスとして成功できると思ったんで、来たんですね。津別町はやっぱり面白い資源、人揃ってる。あとはそれをこういかに戦略的に整えてあげてアプローチすることが大事なんだろうなと思ってます。松林さんの今後の活躍に期待がかかります。
この番組は津別町がお届けしました。また次回元気にお会いしましょう。さようなら。